ということで、バイオハザード7の体験版ですね。うん。音声は、これでいいでしょう。で、ブライトネスもこんなもん。プレス N2 ボタン。何かボタンを押せと。バイオハザード7の体験版ですね。皆さんのご期待に応えて動画を作りたいと思います。バイオハザード7ティーザー。ビギニングアワー。始まりの時っていう感じですかね。館から逃げろ。急だな。え、しかもこれ、主観視点なの？あ、感度低。なんだっけ。小島さんが確か作ってんだよね。なんか、なんだっけ、サイレントヒル。サイレントヒルとね、雰囲気同じだなって思ったんだけど、多分そういうことでしょうね。I shall dash them againstThe stairs. Stones か。うん。奴らを石で叩き殺す。あ、待って。なんかこれ回せんのか。裏になんか書いてあるかも。そんなことはなかった。よし。はぁ、バイオハザードもついに主観視点。まあ主観視点って言うと、ビデオテープを持っていない。うん。主観視点って言うとね、嫌な思い出しか。バイオハザードで主観視点って言うとね、嫌な思い出しかないですけど。何？ゴン。あ、で、フューズが抜けている。4階のが抜けてんのかな。結構長めなのかな。 2. 何ギガって書いてあったから。まあでも、今回1日で終わらせたいかなと。ちなみに動画類は全く見てないので、大丈夫です。ネタバレとかで、そういう、なんだ。実は進み道知ってるとかそういうことは全くありません。ドアを開ける。これね、1月28日だっけにね、発売するみたいなんで、来年か。だからね、すごい楽しみですね。いやー。てか、サイレントヒルの体験版をね、やり損ねてしまったので、そうだね、同じ雰囲気の感じの、このバイオハザード7の、体験版をできるのはすごい嬉しいですね。てか、バイオハザードっぽくないな。いや、まあいいんだけどさ。いや、広くない？広いな。これ攻撃とかはできないの？あ、今は何も、あ、なんだ。三角で、アイテムの画面が開けるけど、なんか、若干動いてる感じからして、これリアルタイムですね。なんか上下左右に、十字キーの上下左右でアイテムをこう変更していくみたいな。雰囲気みたいですね。スタートボタンは普通にスタートボタンか。うん。いやー。つか、小島さんだよね。確かこれ作ってんの。さすがいい仕事するわ。うわー、なんか腐ってる。なんか入ってない？何これ。袋が入ってるけど、動いてない？この袋。閉めとくか。気持ち悪い。で、レンジの中は何？卵は爆発してる？カラスが焼かれてる。なんかぐちょぐちょしてる。閉めておこう。ゆっくりお休み。で、水は？なんか茶色いのとか出てきそう。あ、水出ねえんだ。はんはん、水は出ないと。あ、やべえ。ウジがすごい湧いてる。やべえ。この前ね、私の家もね、なんだ、ウジは湧いてないんですけど、うわぁ、ゴキブリが。うわ、汚い汚い。ゴキブリはあんまり嫌いじゃないからいいんだけど。そう、玄関開けたらね、玄関のと、電気、つけたんですよ。そしたら、なんだこれ。チェーンで固く閉ざされている。チェーンカッターが必要だな。ボルトカッターか。まあ、それはいいんですけど、そう、電気つけた瞬間に外にいたチョウバエ？まあ、コバエって呼ばれる感じの、あ、なんだ。あ、丸ボタン、ああ、汚ね。うわ。いや、まあいいんだけど。そう、蝶映えがね、入ってきちゃって、なんかさっきもね、ちょっとだけ飛んでたんだよね。チェーンカッターをゲット。うん。お、なんだ。人形が。所持品リストの確認。あ、所持品リストはこういう感じなんだ。これを、あ、これは武器には、武器っていうか、なんかあれはできないのか。アイテムを使用、調べる。回す。うん、なんか、ここは痒くなりそうだから早く出よう。ここは開くのか？
ここから出られそうだが鍵がかかっている。これ2階とかにも登れそうだったから、2階とか行くと武器あったりするんじゃないかな。バイオハザードで武器がないってことはないとは思うけど、いやまああってもいいけどさそういうスタイルのバイオハザードがあってもいいけど、2階行けるし、あとなんか、あ、一応走れるんだね。押し込みで、スティック押し込みで走れるみたいです。で、丸ボタンを押してる間だけ、扉を開けてくれると。あれ？ってことは勝手に閉まったのか、この扉は。さっき、あそこから出てきたもんね。うん、ここは、ここは開かないみたい。なんだこの、自動ドアやめろ。よし、じゃあちょっと上登ろうかな。あ、なんか、ライトがついてる。ライトっていうか、あれか。スイッチがついてるな。で、館的にはそこまで広い感じではなさそうだな。押してみよう。ステアーズ。階段？なんだ。ああ、なんだ。なんで急にこっち向いたんだよ。急にこっち向くなよ。照れるだろ？カツンって言ったな。ここら辺にアイテムはなし。で、このステア、あ、なんだ。なんだお前。急に急に動いてきたな。反応がない。あ、じゃあ今ので OK なのね。うん、エッチだなまあこれにエッチ要素を見出しちゃダメなんだけどさすがにエッチ要素を見出すのは良くないんですけど、なんかカチャ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 言ってんな。なんか武器ないの？まあでも、サイレントヒルのあの体験版でも武器なかったからな、ない可能性もあるよね。とりあえず、ここ開けましょうか。大丈夫？こっちからゾンビが全速力で走ってきたりしない？で、ここでチェーンカッターを使用して開けましょう。よいしょ。これはね、レオンっていう映画だったかな？かなんかで。あ、ビデオテープ。オッケー。廃屋取材。うん。レオンっていうね、ジャン・レノが主演した映画があるんですけど、その映画のね、中で、まあ、主人公がね、殺し屋なんですけど、なんだ、トントンって扉叩いて、その家の家主が扉を開けてね、やっぱり、なんだ、誰かわかんないから、警戒をして、チェーンをかけた状態で開けるんだけど、それをね、あ、ゾンビの声がする。こっちになんかいるな。まあいいや。それはいいんですけど、でね、その扉を開けないと始まらないから、主人公がね、女の子に指示を出して、チェーンカッターでバピって横から開けてね、中に押し入るっていう。まあそれはいいか。その話はいいか。これが何のビデオ？取材のビデオか。こいつ本当に大間違いないってピート。あ、これ動かせる。あ、アーマリロの2、もう2年もう前だろ。あ、なんかヘマしたんでしょうね。うん、はい。イントロシーンを撮る。いつも通りだな。今度はタイトルちゃんと言ってくれよ。うん。なめぷだな。相当なめぷだな、これ。さあ、まあ、それはどうでもいいんですけど、さあ、進んでいきましょうか。どうやら私はカメラマンっていう感じみたいですね。Are we rolling? 回ってるよ。 All right, let's go. 出だしから下ってる。 It's locked. さすが。 After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house. よくある幽霊屋敷の類だろ、どうせ。うん。確かに、幽霊好きじゃない人からしたら何も面白くないよ。ああ。ん。
まあちょっとあれでしょうね。なんて言うんだ。What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspect. この中にビデオがあったわけだけど、チェーンかかったままだぞ。どうやって入ったんだ。3年前から廃屋。ワイプに使える？これね。あ、まあここは矛盾しないようにちゃんと締めるんだね。ああ不良だったと。あ、なんかある。あ、これなんか弾薬とか入ってそう。いい靴は履いてくるんじゃなかった。いやまあ、履いてくるべきじゃないでしょ、こんなところ来るのに。おかしいでしょ、履いてくるのは。あれ、アンドレがいない。冷蔵庫に入れられたか。なんか寝ちゃってしてる。あ、袋なかったんだ、最初。アンドレどっか行っちゃったぞ。うん。ゾンビに食われたのかな。上行けるぞ、これ。上行く？行かない？上行っちゃうよ。大丈夫、一人で。あ、ボタン押せない。あ、ヘッドホンがある。なんだこのヘッドホン。取れない。このヘッドホンは関係ないみたいですね。ごめんごめん。戻るから先行かないで。あ、ここ開けられる。あ、なんかさ、ここハンドガンの弾とか入ってそうじゃない？あの歴代のバイオハザード的に考えると。お、なんだ。おう、聞こえたよ。こっちの奥？この部屋？この部屋？あ、なに？あんたが開けんの？まあいいけど。アンドレイ！こっちは開かない。うん。で、これがあれか、主人公が最初にいた部屋ですね。なんで主人公が最初ここにいたのかもよくわかんないけど。そして多分このビデオ撮ってんのも主人公じゃないし、ビデオデッキがない。結構前の話なのかな。なになに、なんかある。あ、なになに、え、あ、そんなとこ開くの。え、すごい。面白いな。こんな家に住んでみたいけど、アンドレを見つけたらすぐに帰るぞ。いやー、多分もう見つかんないか。見つかった時にはもう死体でしょ。あ、しゃがめる。あー、FPS と結構、同じですね、操作が。うん。あ、階段。で、おそらくこのヒントを得て、あの、ビデオをこれ見てるっていう体の、主人公が、ここを探索していくっていう感じになるんじゃないでしょうかね。あ、もう先に降りてる降りてる。もうこんなワクワクするところ俺先に行くわ。当たり前でしょ。お前置いてくぞ。早くこの、あ、アンドレがいる。どうした？アンドレイ？え、なになになに？え、なに、ど、どういうこと？うわ、なんか、ぐっちょぐちょになってる。なんだ、なんかよくわか、え、人間なの。人間が敵なの今回。バイオハザードじゃないじゃん。なんだ、プラーがって、あ、1時間、あ、なんだ、なにこれは。アイシャルダ、あ、お前を石へ、あ、ゼムが、奴らがお前になってんのか。裏には何も書いてない。怖っ。もうビデオは見ないけど。そろそろ武器が手に入ってもいいんじゃないかな。で、これでしゃがめて。ああ、なるほど。この取っ手を引いたんだな。オッケー。俺は奴らみたいにならないぞ。脱出してみせよう。で、まあいろいろなんか足りないアイテムがあるみたいだから、それをこの奥で見つけていくんじゃないでしょうか。もうビデオを見るのはごめんだけど。あ、なんだ。勝手口の鍵？あれ？はしごがない。あ、もう脱出できる感じ？終わりですか？
なるほど、ここら辺は製品版で楽しめと。まだまだ先だけ、あ、なんか歩いてる。人間じゃなかったな、今の感じ。消えんの早っ。まあ、そう考えるとこっちに曲がったって考えるのが普通だけど、いないね。なんか引っかかってる。気づかなかった。で、勝手口が、おそらくこっち。ああ、2階ですごい音がしてるな。うん。なんか歩き回ってんのかな。しかも勝手口ってこっちだっけ？合ってる？武器も何もないまま行くのはあんまり気が進まないけど。おっと。マネキンが倒れてきたぞ。おそらく勝手口に近づくにつれて何か起きるはず。うん。扉の裏にもいない。じゃ脱出しましょうか。OK。お前も家族だ。え、誰誰誰誰だよ誰だよあいつ。あ、で、これさ、カメラどうなってんの。あ、で、捕まっちゃったのか、この二人は。あ、なんか後ろにいる。なんかさ、そういう殺し方してくんの。どういうことだ？難しすぎるぞ。話が難しすぎるぞ。バイオセブン。ザ、ファミリーイズエクスユアリー。ああ。なるほど。バイオハザード7のプロローグでした。で、2017年の早い時期にあなたをファミリーに迎え入れるみたいなこと言ってんのかな。オープンザドアトゥーザバイオハザードアンバサダープログラム。はあ、アンバサダープログラム。バイオハザードのアンバサダープログラムが、始まってますよっていうことか。これはまた最初から。ああ、そういうことね。うん。これはおそらくなんか別のことをしたら進むものが変わってくるっていう感じはなさそうだな。うん。あれっすね。これは多分、サイレントヒルみたいにそんな難しい話ではないのかな。まあ、ちょっとこのヒューズとか気になるけど、でもヒューズを手に入れられるっぽいところもなかったし、ほぼほぼ一本道だったもんね。もしかしたら何もしないでこうドア開けて出ていけばヒューズが落ちてたり、そんなこともないか。つかあのおっさんは何だったんだろうっていうね、考察をこうちょっと楽しみながら、うん、バイオハザード7の発売を待ちましょうか。ということで、バイオハザード7、なんか全然武器とか何も出なかったけど、ここら辺で終わりにしておきたいと思います。楽しんでくださったら、高評価とね、とか、まあ言ってもいいんだけど、このボタンは何だったの結局。上か。いやでもなんかありそうだな、これ。これボタンを押してさ、ボタンを押して、なんか、このコードが上に続いてて、おん？なんかどっかにさあるでしょ、この裏が。まあでも行けないか、行けそうなエリアがないもんな。ちょっとだけ見てみたいけど、うん、そうだよね、なんか物理的に階段があるっぽいところへは行けない雰囲気になってるもんね。そうだそうだ。ああ、なってるなってる。で、2周目やったところで特に変わりはなさそうですね。ということで、やっぱりここで終わらせておきたいと思います。でね、今別の動画、じゃねえや、いろいろね、実況やってるので、そちらの方もお楽しみにっていうか、楽しんでください。はい。ということで、今回はここら辺で終わりにしておきたいと思います。それでは私の別のビデオで会えることを楽しみにしております。それじゃ、またね。